テルモピュライの戦いは、ペルシア戦争における戦いの一つ。紀元前480年、テルモピュライで、スパルタを中心とするギリシア軍とアケメネス朝ペルシアの遠征軍の間で行われた戦闘である。テルモピレーの戦いなどとも呼ばれる。ヘロドトスの歴史に記述される。この戦いは、アルテミシオンの海戦と並行して行われ。 圧倒的な戦力差にもかかわらず、ギリシア軍は優勢であったが、最終的に背後に回り込まれて敗退した。しかし、スパルタ軍とテスピアイ軍は全滅するまで戦い、ペルシア軍を3日間にわたって食い止め、クセルクセスの兄弟を2人戦死させた。これは、スパルタ軍の勇猛さと地形をうまく利用したためと言われている。ペルシアの侵略に対して対応が混乱していた。 ギリシアの首都市であったが、ペルシア遠征軍がトラキアへ侵入するに及んで、連合して、これを迎撃することを決した。先に、テンペ教国に出兵したギリシア軍は、マケドニア王国のアレクサンドロス一世に、ペルシア遠征軍の巨大さを説かれて、イストモスに撤退していたが、再び会議を開き、ペルシア艦隊をアルテミシオンを機で、クセルクセス本隊を、 テルモピュライで迎え撃つことを決議した。テルモピュライアルテミシオンの防衛戦は、アッティカイ北を防衛するための戦略的に、極めて重要な意味を持つものだったが、スパルタはカルネア祭によって全軍を出資できず、レオーニダスを率いる、先見隊300のみを派遣した。他のアルカディアの諸都市も、オリンピア祭のために、少数の部隊のみを動員し、 祭りの終了とともに本体を派遣することとした。テルマを出発したペルシア本体は、テルモピュライ近郊のトラキスに陣を張った。その兵力規模のあまりの大きさに、ギリシア軍は強行に陥り、スパルタを除くペロポネソスの兵は、イストモスを防衛すべきとして、撤退を主張したが、これにポキスとロクリスが強行に反対した。このためレオニダスは、テルモピュライでの決戦を決意し、 ギリシア諸都市に使者を送って支援を要請した。ギリシア軍はテルモピライの街道にあったポキスビトの城壁を再建し、これを最終的な防衛ラインとした。また、この城壁は戦闘にも利用された。すなわち、戦闘を行う軍はこの城壁の前方に布陣して、合戦し、戦闘しない軍は、 城壁の後方に対比することで、できるだけ犠牲を最小限にしようとしたのである。クセルクセスはギリシアの動きを察知していたが、兵力の差からギリシア部隊がまともに戦闘を行うとは信じられず、ギリシア部隊が撤退するのを4日間待った。しかし、5日目になってもギリシア軍が撤退する気配を見せなかったため、クセルクセスはメディア軍に攻撃を命じた。 資料によって人数が異なるが、ここにはヘロドトスとシケリアのディオドロスの述べる数字をまとめる。ヘロドトスはスパルタ軍として参戦したのは300人体のみであるとするのに対し、ディオドロスはスパルタ軍には300人体に加えて1000人のスパルタ系総付票が参戦したとしており、ディオドロスが1000人と伝えているロクリスオプンティアの全兵力を加えた。 ギリシア側の総数は7000人前後と推定される。ディオドロスのみが記載するマリスは直前にペルシア軍本体に占領されており、実際には参戦していないと思われる。またこの戦いの直後にロクリスはペルシア軍に占領され、ポキスはペルシア側の同盟国となった。最後まで戦闘に参加したのはスパルタ、テスピアイ、テバイの兵のみである。以上は、 ヘロドトスの述べる数字である。ヘロドトスによるとこの他水兵が54万1610人おり、総兵力は264万1610人。また非戦闘員が同数帯同したと仮定して、遠征部隊の総勢を528万3220人と見積もっているが、これらは明らかにペルシア遠征軍の実数としては過剰であり、実数とは認められない。 ペルシア遠征軍の陸上部隊の実数については多くの学説が提唱されており1万5000人から30万人まで様々な推定がなされている古代ペルシア語から古代ギリシア語への翻訳の過程で単位が一桁間違って伝わったという解釈に従うとペルシア陸戦部隊の総数は21万人となる20世紀以降の学者の見解に限れば ペルシア陸軍の総数を10万人以下とする推定が多く見受けられるが、20万人以上とする説も有力である。テルモピュライの戦いとサラミスでの動きテルモピュライは、古くからテッサリアから中央ギリシアに抜ける幹線道路で、瞬間な山と海に挟まれた街道は最も狭い、ところで15メートル程度の幅しかなく、ペルシア遠征軍は主戦力である、 騎馬部隊を展開することができなかった。クセルクセスの命によって、テルモピライに突入したメディアキシシア連合軍は、大量の戦死者を出しながらも終日にわたって戦ったが、ギリシア軍の損害は、軽微なもので、彼らを敗退させることができなかった。スパルタの重装不評を先人とするギリシア軍の強さを目の当たりにしたクセルクセスは、ヒュダルネス率いる、 不死部隊を投入したが、優れた装備と高い連動を誇るギリシア軍を突破できなかった。ギリシア軍は右手にペルシア軍のものを超える長さ2.5メートル以上の長層、左手に大きな丸立てを装備し、自分の盾で左側の味方を守り、右側の味方に自分を守ってもらうファランクスを形成してペルシアの大軍と戦った。狭い地形を利用した。 ファランクス人形はまさに無敵であり、ペルシア軍の重圧をものともせずに押し返した。この時のスパルタの戦術は敵前で背中を見せて後退し、ペルシア軍が追撃してきたところを見計らって向き直り、正面攻撃を行うというものであった。翌日もペルシア軍はキリシア軍と激突したが、状況は一向に変わらなかった。ペルシア軍の損害は増える一方で、 ギリシア軍を突破する糸口すら見出せなかった。クセルクセスは状況を打開できずに苦慮したが、ギリシア人からの情報によって、山中を抜けて海岸線を迂回するあのパイア艦道の存在を知り、これを利用してギリシア軍の背後に軍を展開することを命じた。ペルシアの不死部隊は土地の住民を買収し、夜間この山道に入った。この道を防衛していたポキスの軍勢船は、 ペルシア軍に遭遇するとこれに対峙すべく山頂に登って防衛を固めたが防衛する軍がスパルタ軍ではないことを知ったペルシア軍はこれを無視して感動を駆け下りた。夜が明ける頃見張りの報告によってあのパイア道を突破されたことを知ったレオニダスは作戦会議を開いたが徹底抗戦か撤退かで意見は割れた。結局、 撤退を主張するギリシア軍は各自防衛戦から撤退し、スパルタ重装不評の300人と定倍400人、デスピアン兵700人の合計1400人は、共にテルモピュライに残った。朝になると、迂回部隊は、ギリシア軍の背後に当たるアルペノイに到達した。クセルクセスは、スパルタ軍に投降を呼びかけたが、レオニダスの答えは、モーランラベであった。決して降伏しない。 スパルタ軍に対して、クセルクセスは午前10時頃に全軍の進撃を指示。レオニダス率いるギリシア軍もこれに向かって前進を始めた。それまでギリシア軍は戦闘し終えた兵士が城壁の背後で休めるように街道の城壁のすぐ正面で戦っていたが、この日は道幅の広い場所まで撃って出た。凄まじい激戦が展開され、広場であってもスパルタ軍は、 強大なペルシア軍を押し返した。攻防戦の最中にレオーニダスが倒れ、ギリシア軍とペルシア軍は彼の死体をめぐって激しい戦いを繰り広げた。ギリシア軍は王の遺体を回収し、敵軍を撃退すること4回に及び、スパルタ軍は優勢であった。しかし、アルペノイから部回部隊が進軍してくると、スパルタテスピア医療軍は再び街道まで後退し、 城壁の背後にあった昇級に陣を敷いた。彼らは、四方から攻め寄せるペルシア軍に最後まで抵抗し、槍が折れると剣で、剣が折れると、素手や歯で戦った。ペルシア兵は、スパルタ兵を恐れて、肉弾戦を拒み始めたので、最後は、遠距離からの矢の雨によって、スパルタテスピアイ軍は倒された。定倍兵を除いて全滅した。ヘロドトスによれば、この日だけで、 ペルシア軍の戦死者は2万人に上ったとされる。この戦いでスパルタ人の中ではアルペオスとマロンの兄弟そしてリエネケスがテスピアイ人の中ではディトゥランボスが特に有名を馳せたという。また、重い眼病によってスパルタ軍のエウルトスとアリストデモスが一時戦場を去った。エウルトスは再び戦場に戻って戦って打ち死にしたが、 アリストデモスは戦場には戻らず、その時は生きながらえた。翌年のプラタヤの戦いで彼は恥を、雪岩と奮戦し、討ち死にした。この戦いで、レオーニダスとスパルタ兵は、英雄として称えられ、テルモピュライには討ち死にしたギリシア全軍の石踏みほか、スパルタ軍のみに対する石踏みも置かれた。ヘロドトスによれば、と歌われたとされている。このは、古来より、 シモニデスがそうしたものとされていたが、ヘロドトスは作者を記しておらず、現在では彼の作ではないと見られている。テルモピュライには、現在もなお、レオニダスとスパルタ兵の記念碑が建てられており、観光名所としても有名である。スパルタと共に、テルモピュライに残ったテーバイ兵は、彼らが全滅するに及んで、ペルシア側に投降し、ペルシア遠征軍に組み込まれた。 テルモピュライを突破されたギリシア軍は、アルテミシオンからの交代も余儀なくされた。テルモピュライ・アルテミシオン防衛戦の崩壊は、イストモスイ北のポリスにとっては、破滅を意味するものであった。ペルシア遠征軍は、テルモピュライを南下し、テッサリア人の手引きで、ポキス全土を攻略、通過するすべてのポリスを焼き払った。防衛戦が突破されたことを受けて、当てない。 メガラの市民は次々と町を退去し、ペルシア軍は少数の市民が残る町を占拠した。しかし、レオーニダスとスパルタ兵が時間を稼いだおかげで、ギリシア軍はサラミスの海戦の準備が整い、会場の決戦ではペルシア軍に歴史的大勝利を収めることができた。また、遠征中の奴隷反乱を恐れて、 プラタイアの戦いに参戦するか迷っていたスパルタの王族パウサニアスはレオニダスの仇を打てという信託を得てレオニダスの仇討ちのためにペルシア全軍と戦う決意を固めた。プラタイアの戦いでは1万のスパルタ重装布票が動員され30万と伝えられるペルシア全軍をスパルタ軍だけで打ち破った。敵の最高指揮官であるマルドニオスも撃ち取り、 レオーニダスの復讐は果たされた。陸上における決戦でもペルシア軍を叩きのめした。ギリシア軍はギリシア本土からペルシア軍を一掃することに成功し、ギリシアはペルシア戦争に勝利した。ありがとうございます。